お待たせいたしました。続いてのセッションは、渋谷グッドバス、グッドトーク、デシティム活用によるまちづくりについてです。株式会社博報堂大江様、三井物産株式会社徳倉様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますええー、私大江と申します。よろしくお願いいたします。あ、三井物産株倉と申します。よろしくお願いいたします。 えー、それではここから30分間ですね渋谷、えー、データコンソーシアムの中の取り組みの一つ渋谷グッドパスについて、まあ、お話をさせていただきたいと思います、あのー、我々いろんな活動をやらせていただいてるんですけれどもその中でも特に、えっと、このデータコンソーシアムの中ではこの DECIDIM というこれはもともとバルセロナで開発されましたこうスマートシティにその市民の民意をどう吸い上げていくかということを、まあ、あやっていくためのプラットフォームになるんですが まそれを今渋谷版として渋谷グッドトークというまあバー作りをしています。今日はあそれについてですね詳しくお話をさせていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。以渋谷グッドトークを活用したまちづくりということで、まこれをやるに至ったきっかけですね。まずはえっとこのまさに先ほどもありましたソーシャルイノベーションウィーク渋谷の えー、2年前の2020年ですね、えー、の場所で、まあ、あの構想の発表会という形でやらせていただきました先ほどもご登壇さ,あのされていた、まあ、久保田さんと、えー、我々博報堂三井物産さんのこの3社でですね、えー、こういった新しいまちづくりの仕組みそのものを作っていくのであるというところで、まあ、発表会をさせていただきまして。 えー、オンデマンドモビリティの、えー、ウィラーさんとあの共同させていただく形での、えー、実証実験をやったりとかですね、えー、その日の夜には区長を交えた形での、まあ、対談なんかもやらせていただいたとこれが2年前の SIW の、まあ、風景になります。 でこの渋谷グッドパスという取り組みなんですがさまざまな形で、えっと、渋谷未来デザインさんとは連携をさせていただきながら進めておりまして、まあ、ここはパートナーという形で、えー、連携関係にはあるものの、まあ、委託・受託の関係にはないというような形であくまで、えっと、これは民間事業として。 このプロジェクトを推進していきながら渋谷区並びに FDS さんとは連携をしながらしっかりとその渋谷の社会課題を見つめてそこに解決していくようなサービスを実装していこうというところで始めたプロジェクトでございます。FDS にあの連なってらっしゃるいろいろなパートナー企業さんとも連携をしたりあるいはそれ以外の我々のパートナー企業さんも一緒に引き込んできながらこういったプロジェクトを推進しているという状況でございます。 先ほど2020年に発表会やりましたというお話をさせていただいたんですがその1年前ですね2019年実はこの頃から渋谷ミライ・デザインさんとのお付き合いというのが始まっておりまして、えーまあ、最近コロナであのリアル開催がなかなかなりませんでしたがあのスペインのバルセロナで毎年開催されておりますスマートシティエキスポという世界的なスマートシティの祭典がございます。 ここで渋谷区並びに渋谷未来デザインの皆さんと一緒にバルセロナに視察をさせていただいて、まあ、その場でバルセロナの,その先進的なスマートシティの取り組みを一緒にリサーチさせていただいたりとか。 あるいは、まあ、先ほどもありました d e c i d i という、まあ、この市民吸い上げのプラットフォームというのがどういうふうに活用されているのかといったところをですね、まあ、ジバの本当に区役所の中の人にもインタビューをしたりとかあるいはその大学の中の方にインタビューするみたいな形でさまざまリサーチさせていただいたというのがあちょうど2年以上前ですねあ,るとあったということでございます。でそういったたことも踏まえた上で このデジタルプラットフォーム DECIDIM デデというものに出会ってそれをじゃあ日本でどういうふうに実装していこうかということで R&D を始めたというところがまずきっかけになっています今日はこのでさらにですねこれをまあ今年になっていくつかの実例が出始めておりますので今日はその話を中心にさせていただきたいなというふうに思っておりますまずはこのデシデムの,あの 上にかかる概念、このグッドパスというものがそもそも何を目指しているのかということについて、あの簡単に、えー、徳倉さんの方からお話をいただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えっとまあグッドパスについては簡単に概要だもの方を説明させていただきたいと思っております。 えっとここに掲げております通りグッドバス、まあ、あの生活者ドリブンスマートシティと銘打って取り組みさせていただいておりましてあの単なるウェブサービスとかアプリをあのどんどん展開していくというような形ではなくてですね、スマートシティの取り組みの一環として箱堂さんと三井物産の方でやらせていただいている取り組みになっております。 一般的にですね、スマートシティというふうなところなんですけども例えばインターネットで検索されたりとか皆さんを思い描くところってこういった形でですね、ビルとか構造物インフラを中心にした絵であったりデータとか IoT を喚起させるような画像が出てくるかなというふうに認識していると思うんですけども本来スマートシティといえどまちづくりの中心である生活者いわゆる人の姿っていうのはなかなか出てこないよねと。 いうようなところに課題感は感じておりまして、あのまあ、一方で、海外に目を向けますと、まあ、すでに生活、政策決定にデータやウェブを積極活用するだけでなくてです、ねあの、施策作りであったり、公共空間をどういうふうに利用していこうかというような決定プロセスにおいて、まあ、人であったりです、ね、民間を巻き込むような形のプラットフォーム、仕組み作りというのが、もうすでにされているような状況にあるかなと。 持ってておりまして、まあ、ここに記載されている通りですねスペインのバルセロナやあのオランダのムステルダのこういったところをベンチマークにあのグッドパスも街づくりをやっていけたらいいねというような形で始めております。 えとここでちょっと一般的な概念みたいな話に戻るんですけれども、まあ、あの今申し上げた通りですね、あの本来、街づくりの中心である人というのを中心に据えたときにじゃスマートシティって何を目指していくのかというところを振り返ってみるとやはり街全体の価値向上であったり市民の幸福度向上を目指すものであるべきだよねというところに原点に立ち返るとあくまでその民間事業であったり行政サービスとか、まあ、そこに展開されている店舗市民活動といったらすべてひっくるめてあのプロセスであると。 というところで何かしら町の,のビジョンを達成するものに資するものであるべきというふうに我々は考えておりますでこういった町ああの,のビジョンであったりそのプロセスっていうのは当然都市の特性であったりそこに住まれているあの生活者の特性に応じて変わってくるものというふうに考えておりますので、まあ、グッドパスが目指しているものとしては都市ごとの特性に応じた目標設定であったりマネジメントっていうようなものを実現していきたいというふうに考えております じゃあ一方で足元あのどういったまちづくりが行われているかというところで、まあ、いろんな課題があるかなというふうに考えているところをここにちょっと整理させていただいているんですけど、まあ、3点あるうちのです、ね、例えば1点目としては、まあ、課題がわからないというところはあの、まあ、生活者が実際に感じている不満であったり街の課題っていうのがなかなかわからないよねと。 これは町づくりを行っている事業者さんであったり、いろんな関わっている企業さんから、いろいろヒアリングしているところでもあるんですけれども、なかなか他の町と差別化したあの提案しさが打っていないというところもあれば。 一方でその生活者を巻き込めないと、あの皆さん、市民、企業と競争してあのやっていきたいという,ふうな話をされるんですけれどもどうやって市民を巻き込んでいけばいいのかといったエンゲージメントの高め方がわからないよねといった話もありますし、まあ、こういった1つ目、2つ目の課題からくるあの3つ目の課題としてはやはりそのイベントであったりあの実証実験みたいな形でいろんな施策新しいサービスを実装するもののそれがまあ次年度以降続いていかないというようなところで継続性がないというのは課題感もあるかなと思っております。 こういった3つの課題をです、ねまあ、グッドパスとしては解決していきたいと思っておりまして、まあ、現状課題を見える化して生活者と対話してその,、まあ、その上で,です、ね、施策というのも効果的な形で行っていきたいというところであの継続性も担保していければというふうに考えております。 まあこれまであの生活者であったり人を中心に据えたまちづくりってっ話をさせていただきましたけどもあのまあサービスの事業性であったり社会課題の解決って両立させる両立させるプロデュースに必要なところというところでは、まあ、あの都市で暮らす生活者一人一人の共感を集めることが最も大事かなというふうに考えていまして一方で現時点でのまちづくりの体制というところでいうと、まあ、事業者さんであったり自治体さん から見てあくまで生活者ってお客様目線でしか捉えられてないかなというところでこうなってしまうと、まあ、やはりな,んかなかなかお客様である生活者というのは受動的となってしまって町への愛着もコミットメントも弱い状況なのかなと思っております。 これをですね、グッドパスとしては、まあ、生活者というのをしっかり巻き込んでいく形、まあ、仲間としてあの市民活動だ企業活動をつなぐ接着剤みたいな形で途で絶、ね、えていって、まあ、共に盛り上げていく仲間にしていきたいというふうに考えていて、まあ、ここではです、ね、アクターであったりメンバーといった言い方をしていますけども、町を舞台にすでに展開されているあの個人商店さんであったり地域店舗さん やっり地元の医療企業や地域コミュニティ活動みたいなところを積極的にまちづくりに携わってくれる方たちをアクターみたいな形で捉えているのとそういった地域コミュニティみたいなところを応援してくれている生活者来訪者の方をメンバーとして捉えることでまちづくりの仲間として共に盛り上げていきたいというふうに考えております。 こういった形でですね大小さまざまなあのコミュニティ活動というのは町で展開されていると思うんですけれどもそれらをですねどんどんつないでいって一、まあ、つの競争のエコシステムみたいなものをですね町づくりに作っていくことで、まあ、事実実装型で町づくりができるのではないかなというふうに考えています。 ちょっとサマリーみたいな形になるんですけどもグッドバスモデルの実装の目的としては2つあるかなと思っていまして今申し上げたように町にすでに存在している生活者、企業店舗の,、まあま、あの町に対するオーナーシップを上げていくと。 というところが、まあ、持続的なまちづくりに必要なのかなと思っていますのと、まあ、こういった形で生活者を巻き込んでいくことであったり、まあ、ニーズ調査みたいなところをしていく上で、あで施策っていうのを実,実装することによって、まあ、EBPM 生活者規定の EBPM ですねエビデンス・ベースのポリシー・メイキングの実現を目指していきたいというふうに考えております。 まあだからこそまあ我々生活者ドリブンスマートシティと巡ってあのスマートシティの取り組みをこの2社で進めているという,う状況になっています。えっと、まあ簡単になんですけどもこれまであのあの2020年11月の SIW の発表以来ですねあの渋谷をベースにあのいろいろな実証実験を FDS さん渋谷区さんと連携させて,やらせていただきましたのでちょっと簡単に紹介させていただきます。 一番最初にベースとなってくるところで言うと、まあ、生活者さんの接点というところに強みを持つ博報堂さんがあの毎年やられているスマートシティ全国生活者ニーズ調査みたいなところから見えてくる街に対して生活者の皆さんがどういった形の思いを持ったりいるのかといったところの分析を行ったというところがあります。 まあこういった分析を通してですね見えてくるあのクラスターなんですけどもこういうあの5つ今ここに表示させていただいておりますけども町、まあ、に対してどのような愛着を持っているかどういう町になってほしいかみたいな思いって、まあ、人それぞれあるとは思いますが、まあ、大体こういう5つに分類できるのかなというふうに考えておりまして、まあ、例えば渋谷区さんでいうとこの5つの分類のうちどういう人たちが多いのか関わっている方はどういう思いを関わっているのかといったところをまずは分析するところから始めております。 で、まあ、このあと大家さんの方からグッドトークの話はさせていただきますけれども、まあ、生活者というのを巻き込みながらですねこういうニーズ調査をベースにした上でスマートシティ関連サービスといったものを展開同時に並行的に展開をしてまいりました、まあ、例えばですね不動産活用といったところで言いますと、まあ、これ JR さんと連携させていただいたプロジェクトではありますがあの渋,谷渋谷駅の,あの使われなくなった埼京線のホーム をまあ有給地としててなっていっいたんですけどもそこの部分をです、ね、市民と共とにまあ緑により触れ,るよ触れられるようなあの場所にしたいねという話をさせていただいて、まあ、苔を植えるプロジェクトを行ったりですね例えばじゃあエネルギーといったプロジェクトでいうと、まあ、電力購入希望者がある一定数集まったタイミングであのまあリバースオークションみたいな形でですね最も電力安,安い電力供給者をあの市民の皆さんで決めていくというような形で。 行っていたりとか、まあ、こういうスマートシティサービスもなるべく市民の皆さんを巻き込む形で展開をしてまいりました。まあ、他にも都市農園とかいろんなプロジェクトをやっていることに加えて、まあ、これまでその生活者接点というところで、地域コミュニティとつながりを構築してきたということもあるので、まあ、こういう行政開発プロジェクトというところで、さす。ハートアのあの取り組みとも連携させていただきたいですね。まあ、大会のひまりプロジェクト。 も一緒にやらせていただいたただりエンタメではフィッシュボーイさんと連携させていただいたプロジェクトを展開させていただいたり、まあ、単なるスマートシティのソリューションプロプッシュアウト型のサービスではなくて、まあ、しっかりその地域活動に根ざした形で渋谷を盛り上げていきたいねというところでこのまあ約2年弱ですかね取り組みを進めてきた形になっております。 でこのベースのあるまあところがあの渋谷グッドトークの,あの発想になるんですけれどもこの後とはまあ大家さんからそのグッドトークの具体的事例を説明させていただければととうう思っていいまます。す、はいえー。ありがとうございます、あのー、冒頭今の徳倉さんのお話の中でも、えっと、我々が目指すべきポイントが2つありますという話をさせていただいていて1つが街に対してのオーナーシップを上げていくということにどうデジタルが関与できるというのが1つ。 もう一つが EBPM というあのエビデンスドベ・エビデンスベース・ド・ポリシーメイキング <laughs> というあの、まあ、事実に基づいてしっかりと政策決定をしていく町にいろいろなサービスを実装していくという、まあ、キーワードがありますけどそれをまあ実現していきたいということで、まあ、やっぱりそういった土台がしっかりとした上でさまざまな都市サービスをそこに投げ込んでいけるっていうことが、まあ、新しいその民間もこうやって主体的になっていく形での、えー、プロジェクトの進め方なのかなというふうに思って、えー 今まさに取り組んでいる最中ですでそのベースになるその市民の声をいかに吸い上げていくかというところここはやっぱりあのかなり要だなというふうに思ってましてそこの実証実験を今まさに進めているところですでそれについて今日ちょっとお話をしたいなというふうに思っているんですがこの渋谷グッドトークの基本的な流れですまずはその地域にどんな課題をがあるのかといったところをしっかりと把握するっていうのが最初のステップ。 2つ目がその課題に基づいた形で我々がお題を投げかけさせていただいてそこに市民の皆さんからいや私こういうことやりたいですというふうに手を挙げていただいたりとか、まあ、そこにあるいは企業さんがこういう感じだったら僕たちがまあ解決できるよというような形でまあ名乗りを上げていただいてそこを皆さんでこうサポートしたり支援していくというのがまあ3ステップ目ですね、まあ、投票というような機能になってきます。 でそれでこう投票の集まったものに対して支援をしっかりと我々事務局サイトからさせていただきながらしっかりとそのプロジェクトたちが町の継続・持続可能なサービスとして根付いていくまでをしっかりと並走していくというような形にしていきたいなというふうに思っています。 こういった仕組みをまずは渋谷からこうやってトライアルしているんですけれどもその他のエリアでも同じように最初のそのコミュニティの温めっていうものをどういうふうにデジタルも活用しながらできるかということをまさにやっているというところでございますその推進するためのデジタルプラットフォームがこのグッドトークと呼んでいるものになります、えー、先ほどあったまあバルセロナではすでにこれは行政がバル,バルセロナの場合は行政がこのプラットフォームを割と主導してやっていますと でそれをこう市民の皆さんとかまあ政策決定のプロセスにまあ巻き込んでいって、まあ、あの政策予算配分を決めていくというような感じになっていくんですが渋谷の場合はあくまでこれをやっている主体は我々民間です民間が100%やっている同じプラットフォームを使っているんですけど民間がやっているというところです。 でその中でプロセスとしてはかなり似ていて、えっと、市民の皆さんに私これやりたいっていうふうにまあ手を挙げていただいてそれがこうプラットフォーム上に並んでじゃあいいねっていうものがこう集まってきたものが実行されていくといった、まあ、そういったシンプルな機能になっています。で、えっと、それを最初にあのテストケースとしてやらせていただいたのがあの先ほど FDS さん全体の,あのお話にもありました笹畑発ファームとの連携プロジェクトになります。 今まさに開発が進んでおりますこの初台幡ヶ谷笹塚これをつなぐこの緑道の再整備事業というのがこれが渋谷区さの主体で進められているものがありますけれどもそこのハードはこうやって緑道が公園になってという話が進んでいくわけなんですがそこにじゃあ実際に集う人たちがどうその町を使いこなすかということがこれ大事になってくるわけですけれども。 実際その街にあるその公共空間をどう使いこなすかってこう市民の側からするとやったことないわけなので。 それをこうしっかりと横で並走しながらどうやって使うのかっていうことをですね、まあ、アドバイスをしていったりとか、まあ、こういう形だったらいいよねみたいなことをみんなで支援をしていきながら、まあ、実際にそれがちゃんと走るようにガイドライン作りと、えっと、その軌道に乗せていくということが大事になってくるわけなんですが、まあ、そこの中の1つの仕組みとしてこのデジタルプラットフォームも使わせていただいたと。あの 利用していいいたただとううよなな形になりますあくまでこのプロジェクトのソフトを運営されるのはまさに FDS さん主体任でやられている、まあ、ササータ田マ町ラボさんなんですけれどもその制作決定のプロセスにこういったプロジェクトをこういったプラットフォームをご活用いただいたというような形になってきます。 でえっと、合計今年はです、ね、ことしは2022年の採択プロジェクトを10件選ぶということのプロジェクトだったわけなんですけれども合計応募が15件ですかね。 あった。うちのま10件を採択していくというプロセスでございました。なので、我々の方では町、まあ、ラボさんから15件のそのプロジェクトをお預かりして、まあ、こういった形のプラットフォームを作らせていただいてで、そこにえっと投票が集まって、実際にその投票結果がまあ、出てくるとまあ、かなりのあの票数が集まりました。で、えっとその票を。 表数を加味した形でマチ、まあ、ラボさんが最終的なあ支援プロジェクトを決められるというようなそういったことを、まあ、今回は実験的にやったというような形ですね。 であのやってみて本当に思いましたのが、まあ、あの今回のデシディムの活用もそうなんですけれどもそのちょっと前哨戦としてあの実は町の皆さんにこういった場所ができるとどんなことしたいですかってことをこう聞いて回ったプロジェクトとかもやらせていただきまして、えー、本当に地元の商店会の方から、まあ、あのクリエーターの方だったりとか、まあ、本当に普通のお子さんとかお母さんとかいろんな方にインタビューをしていってあこういう町だに私したいなみたいなことをですね一言一言こ言聞いていったりしたんですね。 でそれをこうあの、えー、と先ほどもあの映像にありましたあ緑道での、まあ、実証実験の場で、えー、こういったものをずらずらずらと並べた形で、まあ、意見を皆さんに公開をしていって、まあ、そこへの反応を得るみたいなことをやっていったということなんです。 で何が言いたいかと言いますとあの実際にそのデジタルのプラットフォームだけを用意していても、まあ、街は動かないというふうに思ってまして実際にそうやって街にいらっしゃる方お一人お一人との対話ですとかその公園の中でそうやって声が見える状態にしていくとかですね、まあ、そういったリアルとデジタルを横断した形の取り組みがあってこそ初めて、まあ、市民の声というのがこう聞いていけるんじゃないかなというふうに思っています。なののでまあスマートシティといいうといわゆるまあさっきも人の スマートシティって検索すると人の姿が見えませんみたいな話がありましたけれどもなかなか見落としがちなそのリアルの場所あるいはそこに暮らすリアルな人一人一人の顔みたいなことをこう確かめながらスマートシティ化っていうのを推進していきたいなっていうのが、まあ、根本的なあ僕らの考え方になっています。 でまあ、さっきの笹ササー図ーに関しましてはあの行政と連携をさせていただいた形で、まあ、ある種やらせていただいたわけなんですけれどもあの僕らの基本的なポリシーのもう一つは、まあ、行政にも依存し,しなくてもできるような、まあ、民間主導のスマートしてどうやってできるんだろうというのがもう一方で考えていることでございましてそういう意味でですねこれは民間100%でやらせていただいた事例になるんですが同じグッドトークのプラットフォームを活用して今まさに恵比寿で ちょうどプロジェアトレ・エビスさんにご協力をしていただきまして先日その市民の皆さんの声を吸い上げるイベントっていうのをまさにやらせていただいたんですねで今その声を吸い上げてさらにそこからプロジェクトを起案していただくプロセスに今入っているわけなんですが。 あちょっとその途中過程の部分を少しあのご紹介したいなと思うんですけどあのアトレの商業施設の本当ど真ん中の催事のスペースのところに、えっと、ラジオ局を設けまして、まあ、これはあの渋谷のラジオさんと連携させていただいているんですがラジオブースがありましてそこでえ市民のあたなんかこう新しい活動をされている方をお呼びして。 えー、そこで何をやっているのかっていうことをインタビューしていきながら、まあ、そこに参加したい人とか私実はこんなこと考えていたんですけどみたいな人が横にこう割り込み参加できるようなそういった場を作りましたあのー、なんと、えー、フリーアナウンサーの中井美穂さんに、えー、前面に立っていただいてですねまあ、あの本当にプロの聞き役として、まあ、入っていただいてやったというような形になっていきます でこの場所で,です、ね、まあ、そういったラジオの公開収録もしながらあ実際にその市民の皆さんに、まあ、こういう場所があの例えば、あなたがあこの町の区長だったらどんな場所を作りたいですかみたいな質問に対してこういうふうに投票をしていったりとかです、ね、あなたとご近所のとの適度な関係ってどういうぐらいの距離感なんですかみたいなことを聞いてそこに投票していただくとか、まあ、そういったことをいろいろやっていました。 まあなんかガチャガチャ回して答えるみたいなこととかですね、まあ、なんかいろんな仕掛けを持って答えやすい場づくりみたいなことをやっていたという形でございます。まあ、こういったアリアルの場所を作りをしながら、まあ、実際にそこで集まっていた方々がまあ徐々につながってまた新しい何かをやりたい人たちのコミュニティっというのが出来上がっていくというような、まあ、そういったあの時間をこれは 作らせていただきますこれは4月の頭ですかね、まあ、こういったリアルスペースを作って聞いていったということですね、まあ、これはリアルの場所での投票の結果になっていますで、えっと、ここで見えてきたあ、まあ、お一人お一人来てくださる方にいろんな形でインタビューをしてあの細かい情報まで含めて取っているんですが恵比寿から見えてきた大きな課題というのがありまして えっと、居場所づくりりりりりとととと自然環境づくりと、えー、地域ののががいうありますで特にこの一番右側の地域とのつながりづくりというのが非常にあの課題として大きいというか、まあ、あの関心も大きいところだなというふうに思いまして、えー、例えばよく一番上がってきたのがあの恵比寿に新しく引っ越してきたんだけれどもなかなかお友達ができませんと。 別にあのご近所づきはしたくないわけじゃないんだけどきっかけがなくてどこから入っていいか分かりませんという方がたくさんいらっしゃるんですね、まあ、これはかなりあの普遍的な,なんか課題だなというふうに思ったのと何か僕らがコミットすあの関わることで解決できそうだなというふうに思ったのでこのあたりというのは結構掘ってみると面白いかなというふうにあの思ったところですね。 でまあこれに至るいろなこう質問立てというのがこうあるんですがまあちょっと詳しくはあの時間の関係で省きますけれどもあのどれぐらいの地域との理想の距離感があるんだろうみたいなことをまああの聞いていきながらインタビューをしていったというような形なんですねで実はあここでまああの実際に来ていただいてそのインタビューしていた方っていうのは数百人になるんですけれども。 あの渋谷区さんが出されているあの区民意識調査っていうあの定留調査がございましてそこの数字見てたらですね結構共通点が見えたんですねあの例えばですけれどもこの右側にあるまちづくりに積極的に関与したいとかこの町渋谷をもっといい街にしたいっていうスコアって非常にこの渋谷区高いんですね ただ、この右から3番目のこの町渋谷は他の地域の人とのつながりを感じられるという実際につながっているかどうかというスコアで見ると十何ですねめちゃくちゃ低いんですね、でかつそこがこうエビスという話になるとまあ17%しかないというような形でかなりこのあたりというのはこういう定量的に見てもある種、定性的に見ても同じような結果が見えてくるんだということがはっきり分かってきたわけです。 先ほどあったエビデンスとベースというのはここがポイントだと思ってまして、まあ、しっかりとこういう課題が実際の市民の方にも一人一人インタビューしてみると出てくるということが我々レベルでも分かってくるのでじゃあそういった皆さんの声に応える形で様々なサービスを実装していきましょうということをつなげていきたいなというふうに思っています。 でえー、じゃあ恵比寿のみんながつながるような新しいサービスなんか皆さんで考えてくださいというような形でこの前げかけさせていただいたところを、まあ、いくつかの提案がいろいろなあの切り口でございました。例えばああの渋谷区全域であの本をあ えっと、テーマにしたプロジェクトをやられてる方は、まあ、本の選書のキュレーションワークショップみたいなことから始めて、まあ、自分が本屋さんになって街中を練り歩くようなプロジェクトをやりたいんだっていう方がいらっしゃったりとかあるいはその地域の、えっと、今飲食店が非常に大変な状況にあ,りあると思いますので飲食店の方々を皆さん集めてそのみんなで、えー、新しい、えっと、課題解決をできるその場づくり自体を作りたいから支援してほしいっていうようなことの,あのご応募があったりとか。 あるいはエビスでたくさんのコーヒーショップがあるのでそういったコーヒーショップから出るコーヒーの搾りカスを使ったいろいろなプロジェクトをやりたいという方が現れたりとかですね本当にあのこういった草の根的なあ市民一人一人のアイディアでプロジェクトが今立ち上がっていっているというような状況です。 であのまあ、ここで実際にそのアトレさんにご協力いただいたりとかうう市民の皆さんにもこうやって起案していただくことで、まあ、一つその新しい町への,街の課題解決というプロセスが実装できるんじゃないかということを今まさに感じているところでございます。 で最後にということで、まあ、今お話ししたあの話は僕らの構想のある一部分を切り取った形でのお話になります。えー、渋谷グッドパスとしては、まあ、その街全体をしっかりとこう調査するようなリサーチのスキームを持っています。 定量的に、まあ、さっきあの渋谷区さんが実施されている区、えー、民意識調査みたいなのもありましたあの我々が毎年、えー、と全国で取っているエリアハビットという、えー、とデータベースもあります、まあ、そういったものを掛け合わせながらです、ね、その都市のリバビリティの向上にどういったサービスが寄与しているのかといったその構造分析なんかもできるような仕組みを持っています。 2つ目はコミュニティ育成ということでここが今まさにあのササワタアツとかエビスとかで、まあ、トライアルさせていただいてるところでございまして何かその町の中でリーダーになってくださるような方々を発掘していってその方々をご支援しながらその町のある種、えー、とその土台作りをしていくというような活動ですねでそこに、えー、でまあ種を作ったり、まあ、そこに企業の皆さんにいろいろ集っていただくことで町、まあの新しいにぎわいをつくって そこに対して行動インセンティブを市民の方に発行することによって新しい街の回遊を作っていくというなのが3番目でさらにそういった市民のネットワークに対して企業の新しいそのシティソリューションという形でスマートシティーのサービスを実装していくというこのサイクルを作ろうとしています。 なので、えっと、こういったこの渋谷ではこの12年ぐらいかけてですねこの部分部分のいろんなパーツを組み立ててきたということなんですけれども、まあ、まさに渋谷は僕らはその最初のシンボルケース作りの場所としてやらせていただいてきているので、まあ、これを今、他のエリアとか、まあ、国内外含めた場所に今実装していこうということで話をまさに進めている最中でございます。 なので、まあ、あの今回、このバズ自体があのスマートシティのデータコンソーシアムということではあるんですけれども、このデータ,データコンソーシアム、データやデジタルを活用して作っていきたい世界というのは、何もこのデジタルの中にあの閉じた話ではなくて、それによってしっかりと戦略策定に使っていくこと、デジタルを使うことによって市民に参加していただくこと、そういったデータを活用することによって、市企業の皆さんに参加いただくこと、そういったことがログが見えることで、社会的な効果がしっかりと それによって継続的なエコシステムにつながっていくという、まあ、このサイクルをですねしっかりと実現していきたいなというふうに思っています。 本当に今まさにいろいろな企業さんと連携をしながらこの仕組み作りということにトライアルしている真っ最中でございますのでぜひこれをです、ねまあ、渋谷ではもちろんのことをその全国にも含めてえ一緒に展開していただけるようなパートナーの企業の皆さんぜひ募集しておりますので、えー、引き続きよろしくお願いしたいなというふうに思っております。えーはい、ということで我々からの説明は以上になります。あありりががととううごござざいいまましした。た。